お元気でです久留米習室の平ですの、えー、本日は568番ということで、一、えーまあ、番目にですね、まあ、今お問い合わせいろいろ来ております。一、はいねまあ、つには、えー、合格する自習室ですね <laughs>、はい。合格する自習室なんだから、まあ、1万円の利用料、月謝1万円の利用料は安いんじゃないかということですね、これが一つ目です。はいということで まあ,あの今、すごく安い自習室とかですねいろいろあると思います。だけれども、やっぱりあのそれこそ言われている、ですね安かろう悪かろうという,ようなことで、安い自習室をただこう自習スペースを与えているだけとかいうようなことであれば、これ何の意味もないですから、合格する自習室じゃないといけないんですよ。だからうちのようにその受験マニュアルとかを毎回毎回配りながら、で自習していくというような形であれば合格すると思うんですよね。はい だけれども、もうただなんか好きなようにしときなさいみたいな感じで、ポンとおうおう自習スペースだけを与えているっちいうんだったら、これはなかなか、あのなんていうか、お金を払う価値はないと思うんで、ですね、もうそれだったらもうスタバとかそういうところで、ね、自習した方がいいんじゃないのっていう気がします。はい、ということで、2番目に、えー、留年が怖いとか言ってですね、あのワンランク上の大役を目指すというのをものすごく怖がっている生徒たちいます、はい。何度も言うように、 もうその福岡県内であれば、福岡県内のその一流企業、超一流企業の福岡支社、まあ、あるいは九州支社ですね、まあ、そこで働いている私の教え子たちの話を聞くと、やっぱり日東駒専参勤交流、こっちでいうと福岡大学ですね、まあ、日東駒専参勤交流以上、あるいは国立大学に行っているような生徒でないと採用はしないというふうにもう言っているわけですね。はい、その話の、話 は前の動画でも上げていると思いますだからワンランク上の大学を目指してね、もうここら辺ぐらいの大学でいいですと、そんな日東駒専レベルのですね例えば福岡大学とか行ったら留年するの怖いだからもう上行きたくないとかいう子がいるんですよね。うんまあ、その話をちょっと今日はしたいと思います。もうワンランク上を目指してせめて日東駒専、参勤交流課、まあ国立大学ぐらいは行っとかないと、まあその就職の幅がすごく狭まりますよということですね。はいといととうことで えー、私の友人ですけれども、まあ今日のコラムですが、まあ、IT 企業のお今、幹部なんですね、社長の片腕の一人として、えーまあ、経営幹部として働いてるんですけども、彼が働いていた、働いている、えー、企業ですけど、最近までですね、2、3年前まで売り上げ10億円だったんですよ、ところが、えー、ほんの1、2、3年前に、たった1年で、えー、10億から100億まで上がって、今、100億の売り上げでせあのなってます。 もう本当に福岡にですね帰ってくるんですよ、東京から。 彼が。でもうこの前なんかも酒飲みながら話をしてたらもううとうとしてるわけですね。もうおじいちゃん寝る時間かみたいな感じでね。<laughs> なんですけども、もうきついわけですよ。もうすごい勢いで今ですね。あの中国から何からも AIAI AI ということで金をじゃんじゃかじゃんじゃか投資してくるんで、もう売りすさまじい金がもう彼ら彼のようなその IT 企業のところにはすさまじい金が流れ込んでくるわけですね。はいといととうことでまああのー 就職するんだったら1つにはこういう第四次産業ですねそっちの方に住んでいくといいよっちいう話ですねいやもう本当に彼はあのスマホでこうやって写真で社員さんたちを店でですね自慢するんですけどどうだこれもう女の子ばっかりもう女の子ばっかりの女の子ちさいかなあの女性社員ばっかりなんですよ俺でもうみんな美人さん揃いなんですよねなんでモデルにならなかったのっていうふうに彼はあの 部下たちに話をしているそうなんですけれども、はい、もう美人さんの女性ばっかり IT エンジニアとして働いているわけですね。もうああいう世界はもう男とか女とか体力差は関係ないからですね。機械が相手ですから、もう機械がやってくれますからですね。はいということで、もう理系じゃなくても文系の人たちもいっぱい集まってきてね、ねとにかく金がありますから、お金がもうあっ あり余るぐらいありますのでもう文系の人たちであろうが何だろうが全部巻き込んで IT 企業としてやってますからもう文系だろうが、ね、理系だろうが関係なくこういったところは狙っていった方がいいと思います。はいということで今狙い目ですよと情報関係ですね。はいまあ、他の,あの 高校生、大学受験とかのチャンネルなんかでは、ね、情報系の学部は今、狙い目ですよっていう話をしてますよね。はい、ということで、このチャンネルですが、74番の動画が一番再生回数多くて、8762回と。 58番の動画は勢いって5702回ということで、もう今、勢いのあるチャンネルは20番、74番、176番、58番、93番、こうやってずらっとこういった番号のところが今、勢いがありますので、見られていなければ過去の動画は見られておいてください。ということで、最近もうチャンネル登録者、ずーっと毎日のようにすごい勢いで今入ってますね。もうチャンネル登録、グッドボタン、ありがとうございます。えー、よろしくお願いします。ちょっと時間5分過ぎちゃったな。はい、ということで今日の内容、入っていきますよ。 とということで合格する自習室だからですねうちは1万円でも安いというぐらいです。もう本当に合格しない安い自習室っていっぱいあるんですけれどもそそういういの合格しないようなですね何もただ自習するスペースを与えているだけっていうようなそういう,ふうなものだったらこれ高いと思うんですよねこれ何千月何千円なのにという,ようなことではあるんでしょうけれども、まあ、やっぱりですねこの1万円というのは結構あのラインです。もう 受験マニュアルとかいろいろ配ったりとかそういうふうなことをやっていくとですねやっぱり1万円ぐらいかかります。うん、ということで実習スペースを与えているだけではですねやっぱり合格しないよっていうことです。もう実習と個別指導と学びエイドとまあこれそれぞれ1万円ずつで3万円コースとかいう感じですがまあ51高2制とかはですねあるいは私立中学生とかは特に受験がないのでまああのー 実習室プラス個別か学びエイドのどっちかを選択みたいな感じにはなってますけどですね、もう合格する平均金額はやっぱり2万5000ですね、1万円、1万円、1万円で3万円の高校3年生のコースですが、まあ、2万円にしたいという高校3年生なんかもいたりするんで、1個だけとかですね、これなくして1個だけとかいう感じでやってますけど、まあ、やっぱり2万5000以上かなという,うところはありますね、平均値を出すんですね。はいということで、えー、もう1つ。 えー、ワンランク、これが特にちょっと今日は言いたいところなんですが、まあ、ワンランク上の大学行きたくないというのが結構あるんですよね。で、これ、何なのかというと、まあ、私の教え子でですね私が大学1、2年生の時に新級がやばい、新級がやばいというような状況でえらい苦しんでいた時の教え子なんですけれども前にも紹介したかと思いますが去年の動画で、ねえー、九州産業大学の建築学科の、まああのー、推薦もらえてたんですよ。 で私の方で、ねあのだ、私は大学1、2年生の時に家庭教師で数学を教えてましたから数学はもう学年1位だったんですよね、ずっと学年1位で数学を習っていたので、まあ、九州産業大学の建築学科の推薦枠を取をっていたと言うんだけども、もう本人、嫌だと。 ね、東和大学の建築学科行くんだということで東和大学って福岡市内にあ,るあったんですけど今もう潰れてますエフランク大学でですねエフランク大学だからもう定員割れして今はもう潰れてなくなっていますけれどももうそこがいいみたいな感じでわざと下げて、ねえー、行っちゃったわけですよで大学に入ってバブルが崩壊したわけですねもう,大学あのもうお前あの後悔するなよとね大学志望校下げたらそれだけ就職苦労するぞと。 ねえー、大丈夫やろなみたいな感じで言ってたら、なんでバブルが崩壊したの九州産業大学行っときゃよかったみたいな感じで、ね、もう散々言ってました。お前は決めたこっちゃからもう自分でちゃんと責任取れという,うな感じでね、自分の人生なんだからという感じで、ね、大学生になってからももうなんか説教してましたけれども、もう彼は気合でミサーホームに入社しました。で、本人はミサーホームの営業希望で入社したんですよ。ね、もう右を見ても東大建築学科卒、左を見ても九州大学の建築学科卒で、とても ないけど最底辺の東亜大学の建築学科卒の自分なんかがね太刀打ちできるような世界じゃないのになぜか三沢ホームはその設計の方に回してるわけですね彼を <laughs> ついていけないわけですよ。 はだからもうあの営業の方に回してくれちゅうなことでね言ってたんですけどですね。はい、ということでまああまり気にしなくていいですその進級がやばいとかいうのはですねちょっと私のそのあのきついもう大学やめてみたいな状態であの家庭教師やってましたからうわそんなンランク上の大学行くと。 ねえー、大学入ってから大変なんだなみたいな感じでですね言ってましたけども、まあ、彼はそう思ってちょっと志望校を下げちゃったんで、まあ、責任の一端は私にもあったんですけどですね。はい、ということで、まあ、東京大学の話ですけど東京大学の先生だってですねある先生はその授業の時に、まに、あ、今度の定期テストはこれが問題だからなということで前もってテストの過去問とかを配ったりしてるわけですね。そういういにに必ず過去問とかが手に入ります でその容量さえよければね、そういうふうにピシッとやっていけば、まあ大学は大丈夫だから、高校とかみたいな、ああいう厳しいものとはまた違うんでですね、割とこう,うまくやれる人はやれます。でも、他容量が悪い人はちょっとまずいなというのはあるんでですね、とにかく、日東駒仙、三勤交流以上。 もうしかです、ね、あの一流企業や超一流企業、国立大学かここら辺ぐらいのレベル、こっちでいう福岡大学ぐらい以上のレベルの大学じゃないともう採用はしませんよというふうに言ってますから、ね、私の教え子の情報ですけども、もしっかりワンランク上を目指していきましょうというふうです、ねはいこういうふうなのを一個ずつ潰していかないとですねあのなかなか気持ちが上にいかないということで、はい、私の言いたかったことは大体以上でございます。 はいということで、久留米じ収室、私は経営しておりますが、オンラインの家庭教師や学びエイドの映像授業など、月額1万円からで、えー、提供してますよということですね、まあ。母子家庭の方から結構問い合わせはあるんですよ。1万円はちょっと高いですっていうことで,ですね。はいですが、まあ、この1万円のラインでうちはやってますので、まあ、月謝1万円からっていうのは、ですね、えーまあ、そこはしっかり抑えてやっていきたいと思っております。はいということでですね、よいしょ。 今日のコラムでございますが何か中ゅうとですね 一応、ちょっと先に前もって話はしとかないといかんだろうなと思っておりますが、まあ去年もお話していることです。えー、私の友人のですねまあ同じ福岡大学の数学科、応用数学科を卒業して、えー、大体まあ数学科っていうのはクラスの8割方がもう IT 関連企業に行くんですね。みんなでコンピューター習いますから、まあ、IT 関連企業に行くんですが、まあ、これがかやっぱ勝ち組なんですよね。勝ち組とか言ったらいかんけれども、はいもう本当に今すごいわけですよ。AI だとか IoT だとか。もうとにかく 第四次産業がもう真っ盛り、ねえー、ということで、もう中国なんかも40兆円とか、まあ、お金を突っ込んで、えー、IT とかそういう,ような開発にあ着手しているということですね。はい、ということで、その友人は今、ね、2、3年前までは10億円しか売り上げていなかった IT 企業だったのが、もう本当にたった1年間で、ボンと100億円まで10倍の売り上げが跳ね上がっているわけですね。それだけ今 AI IoT とか I o T 関係の 方にお金ががじじゃんじゃ,じゃんん流れ込んできてるわけですよ、はい、というわけでもう AI 関連ですねもう世界でも数兆円、数十兆円、数百兆円規模の投資が今、どん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 ん行われています。そのお金が今、日本の IT 企業にも流れ込んできているわけですね。はいということで、もうこれからあのなんでそんなに AI 関係に世界中が投資をしているかというと、これから日本人の仕事を全部 AI が奪うからですね。 だからもう川上を抑えてしまおうと、で日本人のように川下でぼーっと口開けてるだけの人間から、ですねもう AI で世界を支配するぞというふうな今、富裕層がですね、もう格差社会ですから、富裕層は AI でこれからすべての地球人類を管理、運営していくと。 いうことですね日本とか1000兆円の預貯金があるからとかなんとかって言うけれどもそんな1000兆円ぐらいすぐ奪われてしまうわけですよ全部日本はこれから生命と財産を奪い尽くされていきますよということですねはいそういう世界になってきてますからまあ奪われる方に行くんじゃなくって奪う方に行くということですねはい文系とかでも IT エン,エンジニアとかガンガンなってますからね今の時代はもうみんなそういう風に流れていってる時代ですよ もうお金のないような第三次産業、ね、そういうような自動車産業とか何とか言っても,もう将来的にも負けるのが見えてますからそうじゃなくって自動車産業などを全部支配下に置いていく IT 産業ですねそういう,ような方向にもう勝ち組の方へ勝ち組の方へみんな行こうと今してますからですね。まあ、一応、そういう流れが今ありますよ中いですね。 無理して理系なんかに行かなくてもいいです。文系の生徒でもね、私の友人の話では、もう文系の人たちがいっぱい来おると、今ですね、でもう IT エンジニアとかになっていると、もう本人のやる気次第と言ってましたから、もうやる気のない人間は理系に行ったとしても結局なれませんで、やる気のある人間は、文系に行こうが理系に行こうが、そんなの関係なくね、もう本当にあの女性が今、多いと言ってますけれども、やる気のある人はもうじゃんじゃんやってます。ね ではもう今、流行りの情報系とかいうやつですね、他のチャンネルなんかで説明してあると思います。ね大学を受験するなら今、情報系がすごく、あのーね、みんな支持されてるぞっていうなことで,です、ね、言われておりますけれども、まあ、そういったことですよ、結局のところは。はいということで、ですね最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。 はい、ということで、以上です。